いやー、終わってしまったか、前夜祭。お疲れ様でした、皆さん。どうでしたか、前夜祭。もしよろしければ、コメント欄に感想を書き込んでいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。いやー、けど、スプラトゥーン3、面白いね。いや、これは絶対流行るわ。2も面白かったけど、3も最高ですよ。いやー、けど、9月9日以降がめちゃくちゃ、ね、不安がありますよね。逆に面白すぎるから不安っていうか、やりすぎて生活に支障が出そうな感じがするわ。さあ、ということで、スプラトゥーン3やっていきましょうか。で、今日なんですが、重要な内容を皆さんにお話ししていければなと思ってますね。おそらく B-、これなんだって思ってる方が多いと思うんですよ。今日はそちらについて語っていきましょう。で、おー、ちょっと待って。その前に何これ、臨時ニュース。はい。お、マジで早っ。え、もう出るの？ちょっと待ってよ。ついさっき終わったところなんだけど。オッケー。ってことで、グー、パー、チョキ、皆さん、何入れましたか？自分はちなみにグーに入れました。あれ？グーで合ってるっけ？ちょ待って。どうだっけな？グーで合ってるよね。どのチームが多く投票されたか、得票率の勝負。これ、どれなんだろうね。まあ、そんな変わらないんじゃないかな。ただ、かなりでしょ？え、そんな変わんの？え、なんでグー 44.58 な？やば！え、そんな変わるもんなんだ。パー人気なさすぎじゃない？チョキが34なんだ。へぇー。ってことは、これ人間の心理を結構指してるんじゃないかなと思っていて、まあ、最初はグーで、グーを出す人がこれ多いっていうことでしょうね。最初はグー、じゃんけんグーみたいな感じでしょうかね。なので、逆にこれ、人とじゃんけんするときに、パーを出せば勝てる確率って高いんじゃないか。だからそんな気がしますね。ってことは、グーでしたね。やったぜ。ってことで10ポイントをゲット。あれ、けどさ、特に得点ないよね、前夜祭だから。それなんだよな。で、これは、なんだ？あ、かなり僅差。へぇー、ちょっと待って、僅差すぎない。オープンのチャレンジで、で、チャレンジはチョキ。で、オープンはグーか。オッケー、いいね。ま、さすがに3冠は無理だったか。最終結果。あ、けどこれグーじゃない？最終結果。2冠でしょ？だよな。おぉ！パーが悲しすぎる。いやー、グー勝ちましたね。よかった。てか、長いな。グー派のみんな大きいね。力強いバトル見せてもらいました。この風花ちゃんでさ、女性っていう認識で合ってますよね。たまに男性って言ってる人いるんだけどさ、これ女性だよね。名前的にも。まあ、確かに中性的な顔だからさ、まあ、確かに男性って言われても違和感ないんだけどさ、女性っすよね。はい、ってことで、これにて終了でござる。あれ？これ、ちょっと待って。あー！あれ？あ！終わった？これ街の散策はもうでき、マジっすかー。ってことで、スプラトゥーン3前夜祭終わりました。で、プレイ期間が終了したっていうことで、試し打ちだけじゃなくて、どうやらですね、ゲーム自体の起動もできないみたい。マジかよ。あれ、ってことはこれさ、ネットに繋がなければ、ずっとこれできるんじゃないの？どうなんだろうか。まあ、ちょっとわかりませんけど。マジで言ってんの？ソフト終了してください。これは悲しすぎる。うわー。ちょっともうちょっと見たかったんだけどさ、ちょっとここからですね、じゃあ本題に入っていきましょうか。で、本題なんですけど、具体的に何について語っていくかっていうところですね。まあ先ほどもですね、ちょこっとだけ話したと思うんですが、スプラトゥーン3、皆さん、フェスお疲れ様でした。で、ここで気になってくるのが、ちょっと記憶曖昧なんだけど、腕前 B- と、確か100ポイントっていうのがあったと思うんですよ。多分ね、多くの方がこのパターンじゃないかなと思っていて、で、今のところですね、B 以上の腕前は確認取れてません。フェスが終わると腕前が表示されるんですよね。で、自分もですね、B- で100ポイントでした。なので、あ、
これ一列でじゃあ B マイナススタートなんだと思っていたけど、そうじゃないんですよね、実はこれ。C マイナスもあるんですよ。で、確か C マイナス0ポイントかな。そちらもございまして、で、今のところですね、C マイナス0ポイント、そして B マイナス100ポイント。まあ、この100ポイントの差分っていうのが何なのかわかりませんけどね。この100ポイントの差分っていうのは、まあ、C プラスと、C プラスでね、C マイナスか。C マイナスと B マイナスの、このね、3段階の腕前の差っていうことなんでしょうか。まあ、ちょっとそこについては定かではございませんが、まあ、とりあえずそういった形になっております。で、この B マイナスの条件っていうところがですね、気になってくると思うんですが、まあ、こちらに関してはですね、すごい単純でございます。前夜祭の、この、なんだろうな、まあ、ポイントというか、やり込みというか、結果が反映されているのではなくて、スプラトゥーン2のセーブデータですね、ある一定の腕前に到達している方はどうやらですね、一列で B マイナスになるみたい。で、当初ですね、自分は、ヨーロッパで最初参戦してたんですよ。なので B マイナススタートっていうのは知っていたんですけど、ただサブアカで参加していて、で、サブアカがね、S プラスなんですよ。なので S プラスだから B マイナススタートのアドバンテージがあるのかなと思っていて、で、X の場合はてっきりね、B 以上かなと思っていたんですが、どうやらですね、違うみたいですね、これ。なんでかっていうと、こちらのアカウント X なんですけど、B マイナスだったんですよ。なので、B マイナスがおそらく、ね、カンストかなと。はい。前夜祭の時点でのカンストが B マイナスになってます。なので、B 以上に関しては、製品版でやってくれという感じでしょうか。まあ、そんな感じでございます。なので、たまにですね、Twitter とか、あとは SNS でね、あれこれ、フェスの結果反映されてんじゃねっていうコメントとか結構あるんですけど、そうではなくて、単純にスプラトゥーン2の腕前、で、ある一定の腕前に到達していたら、みんな一律で B マイナスって形になってますね。で、逆に一定の腕前に到達してない方は C マイナススタートになってます。で、この腕前がね、具体的にどれぐらいかっていうのがわからないんですが、まあ、あくまで推定ではあるんですけど、多分、スプラ2で B 体の方は、あれじゃないかな。スプラ3で C 体。まあ、C のマイナスで、まあ、スタート。で、A 以上の方は、おそらく B マイナススタートになるのかなと思いました。おそらくそうだと思いますね。なんでかっていうと、今、ツイッターを見ているんですよ。で、こっちちょっとね、見ていただきたいんですけど、はい。どうやらですね、A 体の方も B マイナスっていう、そういったツイートが見受けられたので、おそらくですね、その可能性が高いのかなと思いました。で、他は S であったりとか、で、中には B 体の人もですね、B マイナススタートになってますよっていう人もいて、まぁ、ちょっとね、そこは少人数なんで、まぁ、データが少ないからわかりませんが、ただ少なくとも A 体以上であれば B マイナススタート。で、X であっても特にアドバンテージはないっていう形になってます。まあ、これがいいのか悪いのかって言われると分かりませんけど、まあ、そういった形になってますね。なので、まあ、もうちょっと傾斜つけてくれた方が嬉しかったかなっていうのが本音ですね。そう、それなんですよ。まあ、B マイナスっていうのは嬉しいんだけどさ、逆になんか、B 体から X 体までが B マイナスになってるっていうことでしょ。まあ、多分 B マイナスでもね、すぐに差がつくと思うんですけど、ただこれ結構鬼畜ですね。だから初日から、バンカラマッチか、バンカラマッチをやると結構カオスな感じになりそうですね。なので下手すると C 体に落ちる方も結構出てくるんじゃないかな。B マイナスで負けて。なんかもうぐちゃぐちゃすぎて。ね、ガチャガチャで、例えばその B 体の人をさ、そう、スプラ2で B 体の人を引いてしまったらもう勝ちようがないじゃん。で、相手がさ、元 X とかだったらさ、もうどうしようもないからね、自分の力だと。まあ、それを考えるとちょっと厳しいような運ゲー要素が非常に強いなと思いました。まあ、これからどうなるかわかりませんけど。なので、初日はね、バンカラマッチに潜らない方がいいかもしれませんね。これを見てると。もうちょっと腕前が安定するまで待っておくのがいいかもしれません。なんか X だけさ、もうちょっと傾斜つけて、A マイナススタートとかしてくれたら嬉しかったんだけどさ、これ結構カオスじゃないか。割とマジで。はい、ということで、そんな感じでございます。では、今日の動画、この辺りで終わっていきましょうか。
まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもスプラトゥーンの動画を見ていただければ幸いです。そしてここまで見ていただいた方はぜひ高評価もポチッと押していただけると幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイじゃねー。